これらの条件が購入にあたってポジティブであればあるほど受注確度は高まります。ヒアリングの時には、こんにちは。株式会社即決営業、営業コンサルタントの阿部です。日々の営業活動お疲れ様です。今回のテーマは受注確度の見極め方です。多くの制約を取るためにたくさん数をこなしていますという方がたまにいらっしゃいます。しかし、ただやみくもに商談を行ってもうまくはいきません。営業マンが持っている時間と労力は限られています。制約率を高めるのであれば、これらを効率よく活用し、契約が取れそうな商談を確実に取りに行くというような戦略的な営業活動が必要になってきます。そこでポイントとなるのが、お客様が商品を購入する可能性、つまり受注確度。今日はこれから受注確度を意識することで生まれるメリット、そして正確に見極めるコツをお伝えしていきます。毎日頑張っているのに商談がなかなかうまくいかない方、仕事に無駄な動きが多いなと感じている方は、ぜひ参考にしてください。また YouTube 以外でもマンツーマンセミナーというのも行っていますので、ぜひ即決営業ホームページからお申し込みください。それでは行きましょう。即決営業、まずは受注確度を意識するとどんなメリットがあるのかということをお伝えしていきます。受注確度を意識すると大きく2つのメリットが生まれます。一つは冒頭でも挙げた、制約につながる商談に力を注ぐことができるです。どんな商談も全力を込めてやるのは実は効率が悪いやり方です。制約率を上げていくには、あまり買ってくれなさそうな人には見切りをつけて、その分買ってくれそうな人に力を注ぐという割り切りも大切です。日頃から受注確度を見極めるようにしていれば、どのお客様を重点的に当たるべきかすぐに判断できるようになるため、効率的に仕事が進められるようになるでしょう。そしてもう一つのメリットは、売上予測が立てやすくなるということです。営業にとって予実管理はとても重要です。目標と実績の差を把握することで、すぐに手こ入れできるようになります。受注確度を見極めておけば、今自分がやるべきことを明確にすることができ、制約率をさらに高めることができます。ではここからは受注確度の見極め方をお伝えしていきます。お客様が商品をどのくらいの確率で買ってくれるのか、それを判断するのに有効な2つの方法をお伝えしていきます。まず1つ目、それはバント条件です。これは営業活動において制約に至るための必要な4つの条件を表す言葉。1つ目は、お客様が商品を購入するにあたって想定しているバジェット、予算。2つ目は、最終的に商品を購入するのかは誰が決めるのかというオーソリティ、決裁者。3つ目は、お客様がどのような悩みを抱えているのかというニーズ、必要性。4つ目は、商品をいつ導入するのかというタイムフレーム、導入時期。これらの条件が購入にあたってポジティブであればあるほど受注確度は高まります。ヒアリングの時にはこれらの情報をしっかり把握できるようになりましょう。ただバント条件は突然変わってしまうことがあるので注意しましょう。営業マンが上手にフォローできていなかったり、お客様の状況の変化に気づけないままであると、いつの間にか受注確度が低くなっていたりということもありえます。せっかくのチャンスを逃さないよう注意しましょう。もう一つの方法は、お客様の共通点を抽出するです。今まで受注に至ったお客様の情報を整理し、年齢層、性別、ニーズ、これらの共通点がないかを探していきます。もしお客様の間に共通点があると、それが受注確度の判断をする情報になります。例えば、制約に至った多くのお客様が過去に他社の商品を利用した経験があるということが分かれば、ヒアリングで現在他社の商品を利用しているか、その商品に不満があるかなどを聞き出し、受注確度の参考にしていきます。なお、実際に判断するときには複数の判断基準を複合的に見ていくようにしてください。共通点をいくつも抽出し、どの組み合わせが最も制約に至りやすいのかというのを理解しておくことも大切です。即決営業、いかがでしたでしょうか。今回は受注確度の見極め方をお伝えしました。まとめると、受注確度を意識することで受注につながる商談に力を注ぐことができ、売上予測も立てやすくなるというメリットがあります。受注確度を見極めるおすすめの方法は2つ。1つはバント条件、バジェット、オーソリティ、ニーズ、タイムフレーム、これらを満たしているのかを判断基準にしていきましょう。そしてもう1つは、お客様の共通点を抽出する。今まで受注に至ったお客様の共通点を分析し、そこから受注確度を判断していきましょうということでした。客観的に受注確度を判断することができれば、営業の無駄が減り、制約率が格段にアップします。ぜひ今回お伝えしたことを意識していき、
効率的な営業を行っていてください。本日は以上になります。株式会社即決営業、営業コンサルタントの阿部でした。どうもありがとうございました。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。